健康祭りは30年以上前から実施しており、各公民館ごとに毎年5月末の日曜日に開催されています。平成24年は八戸山公園までウォーキングが行われました。気をつけていってらっしゃい。リーダー自身頑張れよ。は夏7月から8月にかけてそれぞれの自治会主催で行われます。毎年お年寄りから子どもまで住民が最も楽しみにしている行事です。体育祭は平成24年で55回目を迎えました。毎年10月の第2日曜日に相模台中学校校庭で開催され、約800人が参加しています。地区対抗の種目や紅白対抗の種目があり、毎年工夫を凝らした楽しい競技でにぎわいます。なんといっても盛り上がるのは最終種目の紅白対抗リレーです。芸術フェスタは平成23年に活動を開始した新しい行事です。参加者は公募で、平成24年の芸術フェスタには約340名が参加して、舞踊、ダンス、詩吟、
ブラスバンドなどが披露され、交流を深めました。毎年11月の第1、第2土曜日、日曜日に公民館祭りが開催されます。公民館祭りは平成24年に第32回を迎えました。作品展示、演奏、演舞、活動発表が行われ、約1000人の来場者でにぎわいます。各サークルの模擬展も大人気です。東日本大震災では、改めて地域の結びつきの大切さが見直されました。相模台地区には27の自治会組織があり、日頃から防犯パトロールや防災訓練を通じて、もしもの時にお互いに助け合えるように努めています。合同防災訓練は毎年各自治会が行っています。各自治会で防災本部を立ち上げ、一時避難所から広域避難所へ入所する訓練をしています。こちらは相模台自治会です。各自治会では定期的に防犯パトロールを実施したり、防犯灯を設置するなど、住民の安全な暮らしを守るために、自主的な活動を行っています。子ども安全見守り隊は、毎日、子どもたちが安全に通学できるように、小学生の通学時間に、交代で、見守りや誘導を行っています。また、子どもたちが夏休みに入ると、外で遊ぶ機会が多くなるので、夏休み前には地域住民にも交通安全を呼びかけています。市の地域清掃の日に合わせて、各自治会で協力して地域清掃を行っています。その他にも地区の行事が安全に行えるように協力しています。相模台地区では、子どもからお年寄りまで、すべての人が安全で楽しく暮らせるように、年齢に合わせた活動を行っています。相模台地区には、公立・私立の保育園や幼稚園があります。また、公民館にも保育室があり、子育てをサポートしています。
子ども祭りは12月上旬に公民館で行われています。来場者は約1000人。高学年の子どもたちが低学年の子どもたちのために模擬展を開きます。一番の人気はお化け屋敷で、毎年順番待ちの長い列ができます。子どもたちの自立性を育てるとともに、子ども同士の触れ合いの場を通して地域との触れ合いの機会となっています。子どもたちの健康のためと、サッカー普及のため、小学生を対象にサッカーの指導を行っています。他のチームとの交流を通して、子どもたちの健全な精神の育成を目的として活動しています。現在小学生約90名が参加しています。夢クラブは神奈川県老人クラブ連合会の愛称です。現在相模台地区で約900名の会員で、道の清掃や花壇の手入れなどのボランティア活動のほか、自治会館や公民館を利用して誕生会やカラオケ大会なども行っています。そのほか1泊2日の旅行や作品展に出品したり、6月の芸能大会で活動を発表したりしています。総合型スポーツクラブは、週3回、相模台小学校体育館と相模台ふれあい広場で約75名が参加して実施しています。活動内容はペタンク、けん玉、卓球、バドミントン、輪投げ、グラウンドゴルフです。スポーツの体験と参加者の交流を目的としています。現在会員募集中です。ジュニアリーダー養成研修では、これからの地域を担う子どもたちが問題解決やグループワークを体験します。年5回相模台公民館で開催され、うち1回はキャンプが行われます。地区内小学校の5、6年生を対象に毎年募集を行います。研修会は中高生のジュニアリーダーと研修生の小学生で行われています。活動内容はジュニアリーダーになるための研修で、一人一人が役割を持ち、自分たちで作り上げる自覚を持つことが目標です。神奈川県相模原市の南区の中央に位置する相模台地区は、平成24年12月現在、人口約4万5000人、面積は約 5.46 平方キロメートルです。相模台地区には27の自治会があり、お祭りや清掃などの地域ごとの活動をしています。では、これから相模台地区を4つのエリアに分けて紹介します。
小田急相模原駅の北口を出ると、小田急線に並行している道路があります。これが行幸道路です。行幸道路は、また、府中街道とも呼ばれています。現在は賑やかな通りですが、この地域に人が住むようになったのは、明治時代に入ってからのことでした。明治時代に上鶴間村の荒野だったこの一帯を、鈴木孫七らが開墾を始め、以後、大正時代になると、この新開地の集落は十数個に微増しました。二宮神社前に立っている中和田新開記念碑には、明治の初め、1880年頃に、それまで雑木林ばかりだった相模台地区に人の手が入り、開拓が始められたことが記されています。中和田新開は、現在の小田急相模原駅の北側になります。相模台小学校に、大正時代の集落の様子を振り返って描いた油絵がありますが、中和田新開に、十数軒の家がある様子がわかります。二宮神社の南側の行幸道路脇に、道祖神と刻まれた御影石の碑があります。道祖神は、道の神のことで、集落の入り口に祀られ、集落に入る疫病や災いを防ぎ、地域の安全を守るものとされています。この碑の場所が、集落の東の端だったことを物語っています。碑の側面には、上鶴間新開工住と昭和2年4月吉日と刻まれています。行幸道路という名前は、昭和の初めに、天皇が横浜線原町田駅から士官学校まで行幸したことに由来して付けられました。それまで畑だった場所に、広い道路が作られることになり、作業員だけでは足りなくて、近所の家々や付近の青少年団の協力も得て、ようやく出来上がったそうです。娯楽が少なかった時代は、大人も子供も、お祭りが最高の楽しみでした。この地域は、新しく切り開かれた土地だったため、お祭りは、4キロ離れた本村の中和田にある長島神社まで行かなければならず、子供たちは、なかなか行くことができませんでした。そこで、終戦後の1947年に、戦争で荒れた心の拠り所にと、地元の古老たちの発案で二宮神社が建てられました。さて、地図を見ると、相模台地区を東西に一直線に横切る線があることに気がつきます。これが横浜水道道です。1859年に幕府は開港条約を締結しました。その後、中心として整備が進められ、明治の前年1867年には年間で7カ国、1240隻もの入港がありました。貿易港を中心とした横浜の発展で、人口増加による上水道の必要性が高まり、1885年、明治18年に横浜水道の工事が始まりました。水道道の下には横浜まで続く水道管が埋められているのです。現在は花や木が植えられ、遊具も所々見られ、人々の憩いの場所になっています。行幸道路と水道道の交差点を左に曲がると、米軍ハウスが見えてきます。戦後の混乱がようやく収まろうという頃、1950年に陸軍士官学校の跡地に米陸軍の司令部とキャンプが置かれることになりました。そしてそこに関係する軍人、軍属の家族のための住宅地として用地の提供が求められました。
米軍ハウスの正門を右手に見ながら進むとサウザンロードに出ます。サウザンロードの突き当たりにあるのが相模原病院です。相模原病院は1938年に臨時東京第三陸軍病院として発足しました。終戦後1945年に国に移管され国立相模原病院となり、2004年からは独立行政法人に移行されて国立病院機構が運営しています。国の政策医療における免疫異常分野の総本山であり、診療、臨床研究、研修などが幅広く行われています。相模原病院の周囲には相模大公園をはじめ様々な施設が集まっています。中でも子どもたちに人気なのが猫バスと呼ばれて親しまれている相模原市立相模大子どもセンターです。遊戯室や集会室、図書室、児童クラブ室などがあり、放課後地域の子どもたちが利用しています。それでは、さらに北西を見てみましょう。相模大地区の北部は、街道から離れた平らな大地でした。平らで見通しがいいことから、1882年、明治15年に、当時の浅溝村から座間市にかけて、ある直線が設けられました。直線の距離は約5km。これが測量をするために設けた基準となる線、相模の基線です。ここを起点にして、当時最新のドイツ式の三角測量で、正確な日本地図が作られました。相模の基線に関連して、もう一つ標石が発見されています。小田急相模原の駅に近い相模台2丁目にその説明板があります。この付近には昭和の初め頃まで幅約3メートル長さ百数メートルのかやぶきの建物があって、近所の人々に60軒長屋と呼ばれていたそうです。その建物は明治35年に相模の基線を測量し直すときにアメリカ製の定規をもとに100メートルの正確な巻尺を作るために使われた100メートル比較室だったのです。1979年、宅地造成中に一部が発見され、その場所に説明板が建てられました。浅溝台のあたりは、大正時代までは、ところどころに、養蚕のための桑畑がある程度で、ほとんどが雑木林でした。1937年、陸軍士官学校が座間へ移転されるのに伴い、浅溝台は陸軍士官学校の演習場となりました。1945年8月の終戦により、軍用地が開放され、満州からの引き上げ者をはじめ、出身母体の異なる様々な人たちが旧陸軍演習地跡に入植し、水道も電気もない荒れた原野を桑一本で開墾し、農業で自立することを目指して開拓農業協同組合を結成しました。一家で畑作に精を出せるように保育園、小学校の分校を作りながら今日の姿にまで発展させてきました。浅溝台自治会館の前には住民共用の開拓広場があり、この一角に開拓の精神を顕彰する記念碑が建てられています。戦後、浅溝台は開墾されて畑作が行われていましたが、昭和の中頃になると工業団地ができて、日産自動車をはじめとする大企業の工場が進出してきました。また大規模な養鶏場の建設も相次ぎました。横浜や多摩などの消費地を控え、水はけが良く平らな土地で養鶏が盛んに行われました。
現在、住宅地の開発が進み、養鶏場も少なくなってきましたが、まだまだ産みたての卵は相模原の名物の一つです。卵だけでなく、産みたて卵で作ったスイーツもテレビで紹介されたりして人気です。1971年、北里大学病院が開設されました。救急にも対応した大病院であるだけでなく、また神奈川県災害医療拠点病院にも指定されていて、頼もしい存在です。再び小田急相模原の駅前に戻ってみましょう。小田急相模原の駅から相模原病院まで一直線に伸びる道路がサウザンロードです。ちょうど1000メートルあることからこの名が付けられました。サウザンロードの途中、左手に相模台公民館がありますが、その正面に辰街道と書かれた碑が建てられています。辰街道は橋本のあたりから南東に伸びる集落と集落をつないでいた街道で、現在はサウザンロードになっています。相模台地区は相模原台地に属し、起伏の少ない平坦な土地で関東ローム層と呼ばれる火山灰土で覆われています。このため水の便も悪く、農業を営むにも住むにも極めて具合の良くない土地でした。そこで人々は近くを流れる相模川の水を引いて豊かな土地にしようと、昭和23年から16年かけて水路を作りました。当時はきれいな相模川の水が勢いよく流れて、農作業の終わりには土と汗で汚れた体を水で洗い流して大変気持ちが良かったそうです。藤沢まで約30キロの水路でしたが、次第に住宅化が進み、各地で家庭の雑排水が流されるようになったことと、水を利用する農地が減ったことから通水が中止されました。現在水路跡は中吉小道という名前で、地域住民の生活の道として活用されています。かつて辰街道として集落と集落を結んできた街道は、病院ができてからは病院通り、現在はサウザンロードと名前を変えていますが、いつの時代も住民には身近な商店街です。